2004年11月19日に出版された九票共産党は、中国共産党の由来と本質を最も系統的に徹底的に暴いた書籍です。出版と同時に中国を含む中華圏に大きな衝撃を与え、ついに共産党脱退ブームが巻き起こりました。九票共産党出版から9年、本日は中国人観光客の共産党脱退を手助けするアメリカ・ニューヨークの観光スポットへとご案内します。我们这个旅游景点蒋真巷大概有 七年多了，在这里删退的中共党团队员总共有八九万人。高層ビルが林立するウォールストリートに隣接するこちらはニューヨークの17番埠頭、自由の女神に向かうフェリーの乗船場です。11月に入り、観光業もオフシーズンに入っていますが、脱退サービスセンターのボランティアたちは依然として各種の真相資料を並べて、海の向こうからはるばるやってくる中国人観光客を待ちます。九票共産党出版から9年間、ここのボランティアを通じて数万人の中国人が共産党組織からの脱退を表明しています。有一个是上海的游客，他给我们学员要了报纸，以后就塞了一张报那个纸条在我们学员手上。我们学员问他你这是什么，他你拿回家看了就知道了。结果一看里面是十几个人退党团队，都是真名的。2004年11月19日、大紀元時報の社説九票共産党が発表され、ファルンゴン学習者らの平和的な反迫害の一部分として、九票共産党は中国共産党の成り上がりと本質を系統的に分析しています。九平的第一次高山原主的从各方面全面分析和指出中共这个复体邪灵的本质。九票共産党の発表から10日後、最初の共産党脱退声明が海外の中国語メディアに出現しました。翌年11月、中国共産党組織からの脱退者は590万人に上り、2006年11月には1500万人に達し、2007年11月には2800万人、2008年11月には4500万人、2011年8月には1億人を突破しました。そして9年目の2013年11月、脱退者数は1億5000万人を超えました。九平触发了10000中国人三退的大潮，因为除了九平以后，你自然会认识到中共的邪恶。九平它扭转和改变了中国人对中共的幻想，使10000民众走上了觉醒和自我道德救赎之路。17番埠頭には帆船北京号が静かに停泊しています。1911年に建造されたこの北京号は、第二次世界大戦当時、世界で2番目に大きい帆船で、帝政から共和へ向かった中国を目撃しました。今再び中国人の心の変革を静かに見守っています。有人一整家三四个人都退了，也有人他退完以后，他问我你知道我是谁吗？我说我不知道啊。他说我本人就是公安的。ここで出会った中国人観光客には必ず九票共産党を渡します。ボランティアたちは17番埠頭で彼らは真相を積んだノアの箱舟を建造していると述べています。新東人テレビがお伝えしました。有人说他是专制组织的，政府危险组织，大于家嘛。